全類は台湾高雄市出身で台湾の反プロバスケットボールリーグである上級、相玉、貫瀬祭の立ち筋トラに所属する台湾代表のバスケットボール選手である。身長203センチメートル、体重86キログラム。ポジションはスモールフォワード。アジア人とは思えないほどの高い身体能力を持つ台湾バスケット界切手のスラムダンカー。長い腕とともに 驚異的な跳躍力でミドルレンジからも強烈なダンクをすることができる。ヘルプディフェンスへの反応も良く、そこから跳躍力を存分に生かしたブロックショットも持つ。また、スリーポイントシュートも上手い。台湾版ケビンガーネットと言われている。2005年シーズン前には NBA のサクラメントキングスのトレーニングキャンプにも招待されている。2000年に HBL において、 MVPO 受賞。同年 U-18 台湾代表に選ばれる。翌年2001年には台湾 A 代表に選ばれる。2003から2004年シーズンには21歳ながら SBL において MVPO 受賞。同シーズンには SBL ファーストチームに選出。以後、2005から2006年シーズンまで。 3シーズン連続で SBL のファーストチーム入りを果たし、2005から2006年シーズンには SBL で早くも2度目の MVP を受賞。2005年には NBA のサクラメントキングスのトレーニングキャンプにも招待される。ありがとうございます。